い、これは地声と裏声を混ぜた声というね、なんかの、はい、何だそれはって言われて、エセミックスです、ね、うんうんうん、ミックス風、ミックス風、要するにちょっとハスキー系の声ですよね、うん、この番組はコラボスポンサーステーションだ、プログレスボーズミックスボイスリスニングクイズよっ、2回目2回目って感じですけど、まさかの続編です。私、マイスクリーム講師の宇野勇本でございます。そして九州大学で生態の研究をされております、ボイスドクターの李先生でございます。今日もよろしくお願いします。以前ですね、こちらの動画でですね、ミックスボイスはどれでしょうクイズをやらせていただいたんですけども、やりました。これ大好評でして、ミックスボイスを出すためにはミックスボイスが分からないといけないんですよ。まさにその、もうミックスボイスが分かんないのにミックスボイスが出せるわけがないので、はい、もう本当に Google マップがないのに目的地に行くみたいな、本当にそう、たまに行けるかもしれないけど、ね、奇跡に近いからだいぶ無理ですね。だいぶ無理なんで、だいぶ無理です、しっかりとこう GPS のこの赤いやつをこの刺してほしいという、趣旨の動画でございます。ということで、はい、今日それの第2弾ということで、前回の動画も E の4番というピッチに固定して、うん、いろんな声を出していって、はい、4択の中でどれがミックスボイスでしょうっていうのをやらせていただいたんですけど、うん、結構やっぱ引っかかってる人も多くて、今日はですね、ちょっと前回よりも前回引っかかった人多いって言っといてあれなんですけど、難易度上げますちょっと上げます。なるほど、はい、前回 E4 固定です、うん、今回は E4 からちょっと上げていこうかなと思っているので、でその中で、うん、まあ4種類かな、4種類4種類声出しますので、じゃあ1234番ですね。そうです、1234、はい、番の中で今から声出していくんで、なるほど、どれがミックスボイスか当ててください。やりましょう、やりましょう、はい、いきますね。ちなみに母音は全部アで固定しますのでね、うん、じゃあそしたらまず1個目なんですけど、まず E の4番でいきたいと思いますので、はい、ここですね、ます、じゃあ先生お願いします。1個目、あー、なるほど、あー、おー、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ2個目、はい、ます、これ F です、あー、おー、はい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 、うん、あいや、わかりました、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ3つ目、F シャープ、はい、はい、あー、うん、うん、なるほど、あー、なるほど、 OK です、 OK です、わ、はい、かりました、なるほど、ラストいきましょう、 G、はい、あー、なるほど、うん、あー、なるほど、なるほど、なるほど、これはむずい、前回よりむずいな、これね、引っ掛けに来ました、今回ちょっと今回ね、はい、丸巧みしてるんです、ちょっとねどうやって惑わせようかって考えました、はい、よくあるパターンでやったろうみたいな感じで、うん、ちょっとややこしく感じでやったんで、ちょっとそうですね、これは悩んでほしいです、ね、悩んでほしいですね。じゃあまあちょっとシンキングタイムっていう感じで、そうですね、シンキングタイムで、これまた皆さんも、はい、動画見る前にコメントで書いて後でチェックするぐらいです。ここから答えを言っていくんですけど、ね、うんうんうん、おっしゃってもらった通り、はい、今からちょっとコメントしてもらって、そう、ね、何番だってちょっと書いてほしいです。あー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 、これアンケート取りたいね。いや取りたい、いや本当取りたい、1番2番3番、はい、どれがどれがどれだと思いました、うんうん、これは例えば地声だと思う、これは裏声だと思うか、これはこういう声だと思う、地声寄りのドタゴタとかね、みんなでもう考察すら自由だから、もはやミックスはこの中にないとか、はい、ないとかね、うん、そういうのもあるかもしれない、1個だけさ言ってないからですか、ね、マックスボイスじゃないかとか、ね、一文字違うんじゃねえかみたいな、ね、新しいやんみたいな、それなんだ詳しく教えてくれみたいな、はい、あるかもしれないんですけども、はい、さあ、はい、じゃあ、はい、答え発表していいですか、はい、そうですよね、ママ君もしていいですか、うん、していいですか、これですね、2番と見せかけて3番ですね、マモ君、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサーです、テレレン、テレレン、これもう知らないんじゃないですか、知らないかもしれない、ね、知らないかもしれない、はい、正解です、おっしゃ、はい、よっしゃ、これ難しかったでしょ、これは難しかったね、思います、いや、そうですよ、うん、ちょっと、まあ、前回よりは、うん、あの露骨さを減らしたので、そう、ちょっと前回よりは難しかった、だからその声を聞いてどういう状態なのかそれぞれちょっと説明してみましょう、あ、ぜひぜひぜひ、うん、1個目は E4 ですね、 E の4なんですけど、これをまあ地声で行きました、はい、はい、そうですね、地声で行ったんですけど、うん、
最初結構地声感バリバリでいくと、うん、もうちょっと引っ掛けようかなということで、そうですね、地声地声しない感じの地声というか、そうですね、なんだそれはって話、まあ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 、バランス調節して、うん、まあ、皆さんが迷うかなっていうぐらいの音量で地声いきました、ね、はい、ごめんなさいって感じですね。で2個目が、はい、はい、2個目はですね、前回みんな引っ掛かったと思いますけど、はいはい、これは地声と裏声を混ぜた声、なんかの、はい、なんじゃそれはって話、エセミックスです、ね、うんうんうん、ミックス風、ミックス風で、要するにちょっとハスキー系の声って言うんですよね、うん、なんかまあ薄い地声ですかね。まあそういう言い方もできるし、まあ、それもね、もちろんそのミックスっていう定義を広げていけば、うん、まあ、ミックスの端っこぐらいに入るかもしれないですが、私別に悪い声じゃないんですよ。そうそう、それを別に使いないときに使っていっていい、まあ、それでいいんですよ。むしろこれもまあね、うん、あのよくよく使っていくような場面っていうのもあるかもしれないし、全然悪い、全然それは悪い声というわけじゃなくて、はい、ただまあ、ね、僕がターゲットにしてるそのど真ん中のミックスというわけじゃないですよ、うん、そうですね、いうことです。はい、3番目、はい、F の4シャープ、はい、はい、これですね、はい、ミックスボイスでした。そうですかね、はい、ありがとうございます、はい、そうですよね、正解と。やっぱりなんかわかりました、うん、なんか一番シャープですよね、うん、そうね、調和っていうかね、うん、バランスが、バランスというかどこにも行ってないですね、うん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 、だからまあそういう意味ではまあ、うん、何か、まあ、雑味がないというか、そうですね、うん、まあなんかそう素の料理というか、ね、すっぴんというか、まあ、そんな感じですかね、はい、何も味付けをしてないですから、ね、そうそうそう、無味無臭感というかね、いや本当ですよ、はい、だからまあこれを歌にするときにはいろいろこう加工していけるっていうことではあるんですけど、うん、元なんですよね、どういうこと、これができると何でもできるんですよ、そうなんですよ、ね、広がっていくと、広がっていくね、で最後ですね、はい、ジヌンは、裏声でした、まあ、裏声ですね、ちょっとやっぱスカスカ感がありますよ、ね、うん、でもまあこれそうですね、うん、分かってほしい、まあそうですね、うん、分かってほしい、はい、ありがとうございますという感じでですね、はい、あのこれ非常に好評なんで、あの皆さんの耳作りにですね、そうです、ぜひあのお役立ていただきたいということ、耳トレです、耳トレなんですよね、はい、この動画も何回も、うん、ちょっと見ていただいて、ぜひぜひ皆さんどうでした、正解できましたか、あの途中でコメントくださった方も、うん、正解したとかね、もう一回コメントしてくれてもいいし、あの今ね初めてコメントしてもらってもいいですよ、はい、分かったとかね、ちょっとこれ難かったな、これところで迷ったとかね、うん、何でもいいんで、あのいただけるといいです、あの嬉しいかなと思うので、はい、みんなでこうコメントで盛り上がってくれると僕らも楽しいので見てて、はい、これね、ちょっと難易度を上げるかどうかまだ迷ったんで、もし、ね、難易度なんかつまみ、ああいいっすね、いいっすね、いいっすね、なんかボリュームまだまだ濃いと、いや本当にそうっすよ、ね、言う人いたらぜひ、まあ今日じゃあちょっとこんなところで、はい、参考になったよと、役立ったよという方はぜひ、グッドボタンですね、高評価よろしくお願いします、はい、あとこのチャンネルではこんな感じで発声関係のね、お話、ボイトル関係の話アップロードしておりますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いしますと、あとリー先生のチャンネルもぜひ概要欄の方から登録お願いしますという感じで、はい、ミックスボイスリスニングクイズ第2回お送りいたしました、はい、ありがとうございました、バイバイ。